今から3000年前、戦線の最中、俺とエリザベスは犯した罪から奴らに罰を受けた。魔人族でありながら女神族の手を取り、さらに同胞を裏切り殺した罪。女神族でありながら魔人族と結ばれ、敵をも救った罪。罰？一体誰に？二人の神。魔人族を滑る者、魔人王と、女神族を束ねる者、最高神。奴らの圧倒的な力の前になすすべもなく、俺たちは命を落としたはずだった。どれくらいの時間が経ったのかわからねえ。一日なのか、数日だったのか。俺は目覚めた。傷ついた体はすっかり元通りになっていた。だがエリザベスは傍らで死んでいた。自分たちに何が起きたのか分からず、エリザベスの遺体を抱いて泣き続けることしかできなかった。俺が意識を失っている間に聖戦は終わっていた。そして俺は少しも年を取ることがなくなっていた。あてもなく一人聖戦の爪痕残るブリタニアをさまよい歩く中、俺たちは再び出会った。そこには死んだはずのエリザベスがいた。翼こそないが間違いない。直感で、本能でそう感じた。そう感じたのは、俺だけだった。蛮族に生まれたエリザベスはすぐに俺に打ち解け、好意を寄せてくれるようになっていた。ある日、エリザベスの右目に変化が起き、同時に力に目覚めた。女神族の文様とともに発現した癒しの力、女神族の魔力だ。俺は確信した。やはりエリザベスの生まれ変わりだと。前世の姿や声、名前までもがそのまま転生するなんて、今にして思えばおかしな話だが、俺はただ喜び、懸命にその話をエリザベスにした。それが引き金となり、エリザベスは断片的に前世の記憶を取り戻し始めた。やがて、左目にも文様が浮かび上がると。私、全部、思い出したわ。よかった、エリザベス！よく聞いて。私たちは呪いを受けたのよ。
呪い？一体どんな？教えてあげる。でもその前に約束してほしいの。何があっても、たとえ私がまた死んでも、いつかこの呪いを解く。何言ってんの？誓って！分かった。たとえお前が死んでも、俺はお前との約束を果たす。ありがとう。じゃあ話すね。その3日後、エリザベスは俺の目の前で死んだ。あなたの父と私の母が私たちにかけた呪い、永遠の生と永劫の輪廻。あなたは二度と年を取ることもなく、たとえ死んでも蘇る。私は人間として短い生を繰り返す。その度に前世の記憶を全て忘れて、万が一前世の全ての記憶を思い出してしまったら、何があろうと、何に守られていようと、必ず3日で死ぬ。それだけじゃないわ。転生するたびに私はあなた。